はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、作品名と、お名前と、コメントの方をよろしくお願いいたします。本日ありがとうございます。茶色い涙の脚本監督撮影と編集と出演とやりました。普段は役者メインでやっているんですけども、マッツンという名前でやらせていただいております。この作品はですね、もともときっかけは5月ぐらいに、運行映画祭というちょっと変わった映画祭がありまして、でそれの映画祭に、ちょっと面白そうだなと思って出品用に考えたのがきっかけなんですけれど、ちょっと考えていくうちに、いろいろと自分の思い出とかも強くなってきまして、テーマとしては、うんこって究極の不要物じゃないですか。この世にいらないものなんかないんだよっていう、なんか僕なりのそのメッセージというか、ちょっとそういうのをですね、いじめという、テーマとかも含めつつ、なんか僕から伝えられることあるかなと思って考えて作った作品ですね。あとはアメリカの映画とかで聖書とかがベースで取り入れられていることが多いんで、聖書をエッセンスで取り入れたりもしてまして、最後のお家なんかは一粒の麦が地に落ちると黄金の実を結ぶっていう聖書の中の一節をベースに取り入れたりとかしております。はい。最後一言だけ、ですね、ちょっとこれも言おうかどうか迷ったんですけれど、3作目の作品でちょうど出てたのが、僕はちょっと思いがちょっとあったものだったので、ですね、今そのなんていうんですかね、ADHD っていう言葉が3作目で3作品目で出てたんですけど、実は僕自身がそういう ADHD というものを抱えておりまして、でそういうのもあって社会的に向き不向きの話で必要とされてない人なんていないんだよっていうことを、映画とか表現として伝えていきたいなっていうので、僕はどっちかっていうと障害じゃなくてギフテッドで世の中に、伝えていきたいなっていうので、そういう思いの込めて作った一作目です。社会が本当に大事みたいな感じ。はい、すいません、そういう形です。ちょっと長くなっちゃいまして、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。茶色い涙のいじめっ子3に役で出ました山田恵里奈です。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。茶色い涙の、一番最後に出ました川川亮と申します。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。茶色い涙でお母さんをやっておりました、リアルお母さんで、次に ADHD の森川愛です。